皆様おはようございます。お疲れ様です。ですね、今日は、まず日付から言いましょうか。今日はですね、令和の2年の、5月の2日ですね、はい、土曜日になります。で、ですね、ついに私のところにも今 Facebook で流行りな、バトン的なものがですね、回ってきまして、で何のバトンが回ってきたのかっていうと、プッシュアップですね、腕立て伏せの、チャレンジが回ってきました。で、まあ、同じロッキーズのですね、矢島さんからそのバトンを受け取ったので、まあ実はですね、僕はあんまりこういう企画は否定的ではないんですけれども、まあ自分の投稿はね、自分が好きなタイミングにこう上げたいタイプなので、できればちょっとここでそのバトンはゴールにしちゃおうかなと思ったんですけれども、まあ多分発信元から見てまだ2人ぐらいしかやってないので、まあそれもちょっとかわいそうかなっていうか、まあ申し訳ないかなっていうふうに思うので、次の人にですね、バトンは回していきたいかなと思うんですけれども、そんな感じで、今対抗ができてなくてですね、非常にストレスが溜まりまくってます。ただまあこれはね、僕だけじゃなくて皆さんそうだと思いますので、なんとかね、この、今までにないこういうピンチをですね、みんなで乗り越えていけたらなと思いますので、まあやがてね、トンネルの出口はね、必ず出てくると思いますので、その時にはね、笑顔でね、また対抗がこうできる日をね、待って頑張っていきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。この後ちょっとプッシュアップやっていきたいかなと思います。はい、今日はね、外は非常にいい天気なので、室内にいるのはちょっともったいないので、まあもちろん外出はしませんよ。外出っていうか、まあいろんなところに行くわけじゃないので、せめて家の庭程度のところで、ちょっと、プッシュアップをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれからですね、腕立て伏せをやっていきたいと思います。ロッキーズの、矢島さんから回ってきたバトンなんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。限界に挑戦なんだよ。次の人にバトンを渡してあります。ありがとうございました。今ですね、ちょっと言われて。